留守番電話に接続します。おかしいわね、繋がらない。もう30分も過ぎてるのに。本当にアポ取れてんのかよ、その鈴木。なんだっけ、鈴木ノアさん。ああ、そう、鈴木ノアさん。取れてるわよ、さっき電話した時はちゃんと出たのに。本当かよ。何よそれ、疑ってるの。はい、その通りです。そもそもこいつがライターって設定自体疑わしい。何よ、あんただってすぐ約束忘れるくせに。私が電話かけてなかったら今頃駅で待ちぼうけよ。はいはい、すいませんでした。お詫びに無料で運転を。あ、もともと無料でしたっけか。追加サービスのしようがねえな、こりゃ。嫌味なやつね。こうしてコーヒーご馳走してるじゃないの。無料じゃないわよ。はいはい、ありがとうございます。春菜は時折取材と称して帰ってきては俺を運転手に指名する。休日といってもやることもないから別にいいんだけど。それにしても困ったわね、鈴木さん。どうしちゃったのかしら。一体誰なんだよ、その鈴木さんって。スイス在住の日本人オルゴール職人、鈴木ノア。若干30歳にしてオルゴール制作の本場スイスで独立した天才アーティスト。なんだって。だって？詳しいこと知らないのよ。私も海外の友人から紹介してもらっただけだから。あちらと有名らしいんだけど。はあ。その鈴木さんの地元がここでね、今日帰国しているって聞いたから取材したかったんだけど。大地、あんた地元民ならさ、鈴木さんのこと何か聞いたことないの？俺の地元はお前の地元だけどね。っていうか聞いたことねえよ、鈴木ノアなんて。ついてないわね。取材できないんじゃ、私週末にわざわざ帰ってきた意味ないじゃない。お前の目的がなけりゃ俺休日の早朝に起こされた意味ないんだけどな。よし、遊ぼう。は？だってしょうがないじゃない、来ないもんは来ないんだし。どうせ暇でしょ。確かに暇だ、予定はないが、こいつのペースに付き合う必要もない。お前ね、俺にも予定ってもんが。いいじゃんいいじゃん、最近休みなかったんだよね。ゼップランドも久しぶりだしさ。そういえば昔何回か来たじゃない、新聞部のみんなで。昔は昔、今は今。おって、お前その園内マップいつの間に。情報収集はライターのたしなみよ。なんだか昔と随分変わってるみたいね。動物エリアは拡大準備中か。結構気合入ってるじゃない、ゼップランド。いや行かないよ俺、こう見えても結構忙しい。とりあえず目星アトラクションから。こことここ増やし。お前俺の話。あ、店員さんお会計ですか。いやまだコーヒー。ちょっと待って。それは京子ちゃんのペンダント。いや、これはどうもだ、待てー。なんだか騒がしいわね。ライブ会場の方かしら。何？なんでいきなりこれなんですか。あれ、大地好きだって言ってたじゃん。言ってねえよそんなこと。言ったわよ。ほら高校のさ。いつの話だよ、10年も前じゃねえか。お前ほんとよく覚えてられるね。何よ、あんたこそ何でもかんでも忘れてんじゃないわよ。いや、なんだよ急にそんな怒んなくたって。怒ってないわよ。怒ってるじゃねえか。なんだよ、俺なんか悪いことした？別に、どうせ大した約束じゃないし、私が勝手に覚えてられてるだけですから。約束したっけ？だから忘れてんじゃないのよ。悪かったって。で、なんだっけ？知らないわ。ビビビビビビビってねえよ。何ですかそれ。俺がこんな乗り物にビビってるとでも。残念でした。絶叫ゲームめっちゃ得意分野でした。手震えてるわよ。これはあれです、むしゃ震いってやつです。もう全然怖くなく。嫌な予感しかしない。ゼップランドのお化け屋敷にね、座敷わらしが出るんだって。だから、スクープよ。スクープってまさか取材に行くに決まってんでしょ。いや別に俺そういうのは。何あんた、もしかして怖いの。別に怖くねえよ。ゼップランドって言ったらほら俺の庭みたいなもんだから。絶叫系ホラーハウス。いやそういうのは全然さ、むしろ好きなぐらいなんだけど。あでもほらそういう心霊現象って言うとちょっと
さ、そういうの遊びに行くところじゃないっていうか。お化け屋敷は遊びで行くとこだけど、とにかく今週末に行くわよ。いやごめん、今週はちょっとハトコの結婚式行きたいんだけど、本当に行きたいんだけど。じゃあ来週。あ、来週はいとこの結婚式、あ、本当に行きたいんだけど。再来週。あ、再来週は兄の結婚式。あんたの身内どんだけおめでたいのよ。絶対行くから、予定空いたらまた連絡。数えながら二人の行く先なぞってみた。一つ二つこぼれる光は誰の願いに届くのだろう。あの日あの公園で約束したね。いつまででもあなたのそば離れないと言った。夜空きらめいてく星たちにあなたもどこかで振られていて、思うとき二人の願いをささやくなら